輪王寺。輪王寺は、栃木県日光市にある寺院で、天台宗の門跡寺院である。明治初年の神仏分離令以後、東照宮、二荒山の神社と合わせて、二社一寺と称される。近世まではこれらを総称して、日光山と呼ばれていた。現在、日光山は、輪王寺の山号とされている。また、輪王寺は、日光山中にある寺院群の総称でもある。輪王寺の境内は、東照宮、二荒山の神社の境内とともに、日光山内として国の史跡に指定され、日光の社寺として世界遺産に登録されている。創建は奈良時代に遡り、近世には徳川家の庇護を受けて繁栄を極めた。国宝、重要文化財など多数の文化財を所有し、徳川家光を祀った太悠院霊廟や本堂である三仏堂などの古建築も多い。日光山内の社寺は、東照宮、二荒山の神社、輪王寺に分かれ、これらを総称して、二社一寺と呼ばれている。東照宮は、徳川家康を、東照大権現という、神として祀る神社である。一方、二荒山の神社と輪王寺は、奈良時代に、山岳信仰の社寺として創建されたもので、東照宮より、はるかに長い歴史を持っている。ただし、二社一寺が、このように明確に分離するのは、明治初年の仏分離令以後のことであり、近世以前には、山内の仏堂、神社、霊廟等をすべて含めて、日光山あるいは日光山諸権現と称し、神仏習合の信仰が行われていた。現在、輪王寺に属する建物が一箇所にまとまっておらず、日光山内の各所に点在しているのは、このような事情による。経蔵、薬師堂、本寺堂など一部の建物については21世紀の現在も東照宮と輪王寺のいずれに帰属する建物であるか決着を見ていない。上述の通り各所に点在する堂塔の状況を記すと東照宮の南方の境内には本堂の三仏堂や事務所があり、ここには本坊表門、五宝天堂、総林塔などがある。二荒山の神社西側には太悠院霊廟の建築群があり、その南側には、常行堂と法華堂、そこから長い石段を登った先には、中高の祖、天海を祀る、慈眼堂がある。正道を祀る、開山堂は、東照宮北方、滝能神社への参道の途中にある。このほか、神橋近くの二荒山の神社本宮に隣接した四本龍寺の、旧地には、観音堂と三重堂があり、少し離れて、小玉堂がある。中禅寺湖畔の中禅寺、立木観音も輪王寺に所属している。開山1250年を記念して、2016年7月31日から来年11月30日まで輪王寺に伝わる、秘仏、吉祥天の一般公開が、中禅寺流木観音で始まった。本堂では、ご神体である、日光三山の本地仏として、以下の三体の本尊が祀られている。三仏、本地仏、三山、三諸権現、祭神、衰弱神及びそれぞれのサイズは次の通りである。これらの仏像は、東日本でも有数の大きさとされるが、制作時期等の来歴が不明のため、文化財には指定されておらず、今後の調査が望まれる。日光山では山、神、仏が一体のものとして信仰されていたのであり、輪王寺、本堂、三仏堂に三体の本尊、千手観音、阿弥陀如来、馬頭、観音を安置するのは、このような信仰形態によるものである。輪王寺は、下野国出身の奈良時代の僧、勝道上人により改装されたと伝承されているが、当時の歴史書に、そのような記録は見られない。輪王寺の自伝によれば、当時の改装の様子は以下の通りである。天平神後2年、766年、正道と弟子の一行は、霊山である日光山の麓にたどり着いたが、大谷川の激流が彼らの行く手を阻み、向こう岸へ渡ることができずに困っていた。そこへ、首からドクロを下げた異様な姿の神が現れ、我は神社大王であると名乗った。神社大王は2匹のオロチを出現させると、それらの蛇は、こちら岸と向こう岸を結ぶ橋となり、少領ら一行は、無事対岸へ渡ることができたという。現在、日光観光のシンボルでもある、神橋。神橋は、山菅蛇橋、山菅の蛇橋とも呼ばれ、その伝承の場所にかかっている。神社大王は、神社大将とも呼ばれ、唐の玄奘三蔵が仏法を求めて、天竺、インドを旅した際に危機を救った神であるとされ、神橋の北岸には、今も神社大王の祠が立っている。2匹の大蛇の話は、実話ではなく伝説であるが、この伝説が日光山が古くから山岳信仰の聖地であったこと、日光山が近づきがたい場所であったことを投影しているものと推察される。少領は大谷川の対岸に聖地を見つけ、千手観音を安置する一事を立てた。紫の雲たなびく土地であったので、紫雲立寺、紫雲龍寺と言ったが、後に四本龍寺、四本龍寺と改めたという。この四本龍寺が現在の林王寺だが、当初は現在の本堂、三仏堂がある場所から 1km 以上離れた稲荷川、大谷川支流の近く、滝の王神社付近にあったとされる。現在、四本龍寺の旧地には、観音堂と三重塔、いずれも国の重要文化財が建っている。翌神護慶雲元年、767年、少領は四本龍寺に隣接する土地に、南泰山、二良山の神を祀った。二良山の神社の始まりである。現在、本宮神社と呼ばれている社寺がこれにあたる。なお、少領がこの神を祀ったのは、延暦9年、790年だとする説もある。天応2年、782年、少領は日光の新大山である南泰山2486メートルの登頂に成功した。観音菩薩の住処とされる布陀落山にちなんで、この山を布陀山と名付け、後に布陀を音読みして、日光=日光と呼ばれるようになり、これが日光の地名の起こりであるという。南泰山の山頂遺跡からは、奈良時代に遡る仏具など各種資料が出土しており、奈良時代から山岳信仰の聖地であったことは確かである。延暦3年、784年、少領は四本龍寺西方の南泰山麓にある湖、中禅寺湖のほとりに中禅寺を建立した。これは当期の南泰山養廃所として作られたものと言われている。立木観音の通称で知られる中禅寺は現存しているが、当初は湖の北岸にあった道具が明治時代の山津波で押し流されたため、現在は湖の東岸に移転している。創建以後、平安時代には、真言宗宗祖の空海や天台宗の高僧、円仁、慈覚大師らの来山が伝えられる。円仁は、嘉祥元年、848年来山市。三仏堂、常行堂、法華堂を創建したとされ、この頃から林王寺は、天台宗寺院としての歩みを始める、現存する、これらの堂は、いずれも、近世の再建。常行堂、法華堂という同系同大の堂を二つ並べる、形式は、天台宗特有のもので、延暦寺や寛永寺にも、同名の堂が建てられた。仁治年間、1240年から1242年の頃に源実朝によって現在日光東照宮がある場所に本堂が移された。以後、幕府や関東地方の有力豪族の支援を受け隆盛した。南泰山、女峰山、太郎山の三山の神を日光三所権現として祀る信仰はこの頃に定着したようである。林王寺は戦国時代の間に三仏納坊の謀略によって事実上三部氏の傘下に入ることになる。天正18年、1590年、豊臣秀吉の小田原征伐の際、北条氏側に加担した門出治領を没収され、一時、衰退した。近世に入って、天台宗の高僧、天海が、灌樹、住職となってから復興が進んだ。元和3年、1617年、徳川家康の霊を神として祀る東照宮が設けられた際に、本堂は現在日光布陀山の神社の社務所がある付近に移された。正保4年、1647年、徳川家光によって大雪で倒壊した本堂が再建され、現在の規模、間口33メートル、奥行き22メートル、高さ26メートルとなった。貞応2年、1653年には三代将軍、徳川家光の霊廟である、太幽院霊廟が設けられた。東照宮と異なり仏事式の建築群である、太幽院霊廟は、近代以降、林王寺の所有となっている。明暦元年、1655年、後水尾上皇の院宣により、林王寺の事号が下賜され、それまでの事号は、平安時代の嵯峨天皇から下賜された、満願寺であった、後水尾天皇の第三王子、守清法親王が入寺した。以後、林王寺の住持は、法親王、親王宣下を受けた、皇族男子で出家した者が務めることとなり、関東に常時在住の皇族として、林王寺門跡あるは、林王寺宮と称された。親子による世襲ではないが宮家として認識されていた。寛永寺門跡と天台座主を兼務したため、深山寛領宮ともいう。後に還俗して、北白河宮義久親王となる、光源法親王も、林王寺門跡の出身である。林王寺宮は、林王寺と江戸上野の林王寺及び寛永寺、徳川将軍家の菩提寺の住持を兼ね、比叡山、日光、上野のすべてを管轄して強大な権威を持っていた。東国に皇族を常駐させることで、西国で皇室をいただいて、倒幕勢力が決起した際には、関東では林王寺宮を天皇として擁立し、徳川家を一方的な朝敵とさせないための安全装置だったという説もある。奥越列藩同盟、北白河宮義久親王、東部皇帝参照。戊辰戦争後の明治2年、1869年に明治政府によって林王寺の称号を没収され、旧称の満願寺に戻される。明治4年、1871年の神仏分離令により政府に迫られて本堂は現在の場所に移転することとなった。さらに追い打ちをかけるように林王寺宮本坊が消失した。だが明治15年1883年に栃木県の取りなしによって林王寺を正式の号とすることが許されたのである。2007年平成19年-2018年まで3、仏像の大規模修理が行われている。修理工事用の素屋根は、スライド工法で設置され、3仏像の実物大の絵が描かれている。2011年、平成23年4月29日から修理が公開されており、素屋根に付設された地上26メートルの見学通路から修理見学ができる。修理見学には、大人400円、子供200円の入場料が別途必要。工事施行は、大林組。以下の一覧中の重要文化財は、文化財保護法第3章に基づき日本国、文部科学大臣が指定した重要文化財、国の重要文化財を指す。史跡。重要文化財、17棟、栃木県指定有形文化財、建造物。国宝。重要文化財20棟以下は太幽院霊廟の付付たり指定物件。指定年月日、指定年月日太幽院霊廟。絵画、彫刻、工芸品、書籍典籍、考古資料栃木県指定文化財、建造物以外。毎年4月2日に開催される。自ら志願した6人の小愛町代人、号は、町代人が、山伏装束の僧に、大杯の酒や山盛りのご飯を食べることを強要される林王寺に伝わる独特な儀式である。別名、日光勢滅といい、儀式に参加すると、七難即滅、七福即生、すべての難を逃れ、すべての福を受けると言われている。小愛式は、中世の修験者の儀礼が変容したものとされているが、近世の権力者に対する強応儀礼である。藩、王藩を演出化して成立したとする指摘もある。日光攻めは、大和コンパルザで狂言台本にされるなど、古くから知名度が高かった。近世には攻めにそうめんが使われたといい、桜市氏家には日光攻めで殺された若者を哀れんだ地蔵が青年像に変化し、そうめんを食い尽くして悪僧を戒めたと言われるそうめん地蔵がある。年末年始に関東地方のテレビ局で CM が放映される。CM ソングは林王寺オリジナルの福来林が使われている。作詞も日光山林王寺名義。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。